はい、どうも、沖縄の鈴木です。今回は、いろいろと失ったものが多いので、特にダイヤが欲しくて、地下探検をしていこうと思います。でだ、こっち側をね、ガンガン掘りながら、地下に行こうかなと、掘り進んでいこうかなと。今までのね、拠点とはちょっと反対方向、そちらに向かっておってます。だって拠点の下廃校あったし、これ以上村の下がね、穴だらけになるのも非常に嫌なんで、はい、廃校があるからもうどうしようもないんだけどさ、なんとかね、こっち側を掘っていって、ダイヤですね。本当にダイヤが欲しいんで、それを集めていこうと思います。ただ他にもね、いろいろあるといいんだけど、まさかこっちにまで廃校があったら嫌だね。はい、嫌です。廃校がないことを祈りつつなんでそんなもの祈ってんだからかっていう感じだけど、廃校がないことを祈りながら、行こうと思います。廃校ありませんように、ありませんようにで、そんなこと言ったら廃校出てきちゃうかもしれないんだけどね。さてと、金か。おや、今いきなりダイヤ発見。なんだ、ツルハシが、ないから、ちょっとツルハシを作ってくる。いや、ちょっと待って。ツルハシ、おっと、やばい。ちょっとパニクってる場合じゃない。こんなにすぐに出てくるとは思わなかったんで、ちょっとびっくりだけど、いいや。はい。行きまーす。ここで鉄焼いてるんで、ここから、ツルハシもらって、行きましょう。さてと、ツルハシ今回は3つぐらい作ればいいよね。3つぐらい作って、それ壊れたら帰ってくるみたいな感じで。3つほどツルハシ持っていくか。よし、そうします。それで、まずはどれ？今ね、確かね、ダイヤどれぐらい持ってたかな。とにかくまだ今20個いってないや、10何個かあるはず。で、ダイヤでフル装備作るには、あれどれぐらいだっけ、フル装備作るに必要なのは。とにかくやっぱり、フル装備作れるだけのダイヤが欲しい。で、ダイヤでフル装備作ったら今度こそ行きますよ。ネザー行って、ブレイズね、なんかポテトって言いそうになった。ブレイズロット。ブレイズポテトじゃありません。はい。あれを手に入れてきます。さあ、また掘っていこう。ダイヤあんだけあったから、今回結構いい調子で、ダイヤを、今8個か。今回の冒険だけで20個くらいダイヤ取れたりして。それぐらいいけるとものすごいんだけど、頑張る。頑張るよ。さあ、ダイヤ来ないかな。レッドストーン。レッドストーンは無視。砂邪魔。あ、これこの間のやつか。繋がってた。このまま真っ直ぐ行こう。はい。また砂。砂邪魔。砂邪魔っす。砂邪魔。あったかあるな。砂がうざいな。あったか。おっと、危ねえ。今一瞬マジで落ちそうになった。ちょっと待って。砂に気を取られてる場合じゃないっていうのと、あともう一つ。ちょっと横の画面でツイッター出して、はい、ポケモン GO の配信状況をチェックしてみます。チラッチラッとそっちに目がいっちゃうんで、今回はちょっと集中できない。ポケモン GO 本当に今日出るんだか、出てほしいよね。さ、
また続けておっていくか。おいと、またダイヤ発見。なんか、マジで、いい感じじゃないですか。ちょっと待って。前回のワールドでさ、もうダイヤ全然見つけることができずに、もうダイヤダイヤって言ってたけれど、こっちでは結構ダイヤが出るのは嬉しいっすね。いや、ひょっとして本当に今回の探検だけで、ダイヤフル装備作れるぐらい集めるかもしれない。ツルハシ3つ、プラス壊れかけのツルハシ2つ。そういえば壊れかけのラジオって歌が、まあ、歌いません。さて、ここ行こう。レッドストーン。まあ、レッドストーンもね、トロッコ作るために、パワードレールのところの、あの、動力源として欲しいんで、あ、もう1個目込まれた。あと2個。あ、これね、石炭もいっぱい集めております。もう資源はあるだけあった方がいいから、はい。微妙にレッドストーンは今のところスルーしてるけれど、まあ後で取っていく、後で。今回はダイヤです、ダイヤ。マジでダイヤが欲しい。で、ダイヤのフル装備を作って、ネザーに行って、はい、ブレズロット集めて。でだ、やっぱりね、ちょっと今考えてるのは、もうなるべく早いうちに、もうエンダードラゴンまで終わらしちゃおうかなと思ってます。で、もう今回建築いろいろ楽しんでいきたいので、そうやってまあネザーの世界とかエンドの世界とか、エンドシティとか、なるべく早いうちにもう行っちゃいた方がいいんだよね。で、他の書籍の方に使った動画でもエリトラとかも使いまくってるんで、もうエリトラ使って飛びまくりたいしっていう、まあいろいろと考えてると、もう早いうちにクリアし、エンドまで終わらしとくたくて、ちょっとね、内容がもう進めていくことを優先にいっちゃうような気が してきております。まあ、今のところそんなこと考えてんだけどね、どういう風にやっていくかな。ただこれからポケモンが出てきたら、進めるペースがすごく落ちるかもしれないです。ごめんなさい。まあ、先に謝ってきます。さーでと、まあ、どんどん行こう。ちょっとダイヤの出現率がさっきほどじゃなくなってきたよな。さっきガンガン見つかってたのに。3回か。そろそろもう1回ぐらいダイヤ出てきてもいいよな。この辺りとか。もう砂地が終わった瞬間にダイヤがガッと、さっきはそうだったからね。来ないな。ダイヤ。あ、壊れた。あ、もうラスト一本。お。え、行こう。ちょっと待って、ここでダイヤが全然ないっつうのもなんかやだな。もうちょっとダイヤ、ダイヤ、鉄、金。まあ、なんだろう。今あるダイヤだけでどれぐらい装備作れるかな。あれ？あ、今気になった。ちょっと待って。数回前に作ったダイヤのツルハシ、どこへやったんだろう。あれ？死んでなくした？やばい。黒曜石も今後必要になると思うんで、またダイヤのツルハシも作ります。なんか作んなきゃならないもの多いからやっぱりダイヤが欲しいなぁ。あ、ピラミッドの中にダイヤとかあったっけ？この間見つかったピラミッド。中はまだチェックしなかったんで、よし。次回はあそこ行ってピラミッドの中身チェックしてきます。ただ、もうそろそろピラミッド慣れてるんで、はい、ピラミッドの中の
仕掛けに引っかかるっていうのはもうやめときますね。あ、けどあそこにある TMT 欲しい。言っちゃった。まあ、あそこにある、あれ、回収していきたいな。うん。さて、鶴橋がそろそろ壊れ始めてる。やばい、これでダイヤ出てこなかったらダイヤあんだけ？やばい。もう鶴橋壊れるわ、これ。ダイヤ。手使い。あ、壊れた。というわけで、帰ります。今回ほんと短い動画、そして中身の全然ない、ひたすらダイヤを求めてまっすぐ掘るだけの動画でした。ダイヤ今回12個か。ま、今回はちょっとご勘弁ください。でね、毎週びっくりした。毎週水曜日は、ラジオ番組のパーソナリティやってますんで、よろしければそちらの方もぜひ聞いていただけると嬉しいです。今日のラジオのネタ用としてさ、ポケモン GO やるつもりだったんだけど、ラジオ番組始まるまでにポケモン GO 配信されるといいな、なんて思いながら今回は終わりにします。というわけで、よろしければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではまた。はい、今回はチャンネル登録の方法をご説明いたします。パソコンの画面からの場合は、画面の右上、こちらにですね、チャンネル登録というこの赤いボタンがあります。これを押すだけ、これでチャンネル登録が完了いたします。そしてスマホからの場合、これはですね、まあ、スマホから、YouTube のチャンネルの方に移動すると、はい、このように、タイトル名の下にチャンネル登録という赤い文字があるので、これをタップしてください。これだけでチャンネル登録完了でございます。よろしければぜひこのチャンネルへのチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは。